ネットで今一番叩かれてるのって誰？ユイガ、ユイガじゃねえだろ。ユイガじゃねえだろ。あー、ヒカル！ヒカルたら YouTuber のヒカルでしょ？確かにあれは叩かれてるな。いや、ニューヨークも別になんか話題先行型で多分1ヶ月後にはみんな忘れられてるから意味ね。ヒカルとかか。春風ちゃん、そいつも知らねえ。あ、春風ちゃんって、あの、正論言うクソガキ？あのクソガキ超絶うぜえよな。あの、正論言うテレビでクソガキでしょ？あれ憎たらしいわ、春風ちゃん。あれ叩かれてるよね。寺田心が叩かれてる。何そのさ、世界各地で行われてる負の連鎖。お前、寺田心何したっちゅうんだ。何もしてねえだろ、寺田心とか。あんな善良市民の中の善良市民なんじゃねえの。寺田心ってあの子役でしょ？顔がムカつくだけだろ。顔がムカつくだけでそんな叩かれてんの。あいつは普通に気持ち悪い。てめえらに言われたけど、おめえらのが一歩で気持ち悪いや。7歳だの8歳だのガキネット使って叩いてさ、正面、お前正面見たら多分寺田心にで、寺田心にですらタレントオーラに、ま、負けてお前敬語で喋るぞ。あ、昔からファンだったんです、つって。お前ら寺田心以下だぞ。はっきり言うと。あいつ嵐相手にババ抜きで手札カンニングするようなゴミだぞ。お前子供のそういうズルってめっちゃ可愛くない？俺今すげえ可愛いなと思って。俺絶対、お前何見てんだみたいな感じで絶対番組盛り上がっただろう。そんなのすげえ可愛いじゃねえかよ。そういうの勝ちたいんだなって。そんなねえ、あんなやらせでやるもんなのにもかかわらずガチで勝ちに行きたかったんだなって。クソ可愛いじゃん、そんなの。ルール守らない子供。なんかあいつも大人になったよな。なんだっけ、あのさ、芦田愛菜。芦田愛菜ちゃん、マジで大人になってたよね。愛菜ちゃん、今年いくつ？中学生だっけ？なんか、テレビ、あ、違う、CM かなんかで。愛菜ちゃん、14歳になった！やばくね？え、マナちゃんってつい最近までハイハイしてたじゃん。5歳とかだったのに、あいつ14になったの。慶応だった、慶応かなんか入ったんだよね。いやー、マナちゃん14歳か。すげえなー。もうあっという間に20歳になるよね。だって、え、何歳からテレビ出てる？ 5 歳ぐらいでしょう。5歳したら今の先発と同じぐらいだ。6歳でしょ。ね、人類ってなんで、神様ってなんでそんなに平等じゃないの？片や先発、片や芦田愛菜だよ。もうちょっとさ、もうちょっとなんかうまいことさ、その溝って埋められなかったの？神様。ねえ。もうちょっとだけその隙間って埋められないもんなのかね。俺思うけど。先発はもう5歳ぐらいだろ。すげえわ。足立由美36歳。なんかそれには違和感ねえな。足立由美ってガキの頃からずーっと今もなおテレビ出続けてるから。あいつもう何歳なん、ちょっとさ、俺をびっくりさせてよ。あいつもう何歳なんだーってやつ。浜田50歳、クソどうでもいいや、そのじじい。クソほどどうでもいいや。ダウンタウン別に60になっても70になっても別にダウンタウンだから。もっとなんかさ、なかったの。浜ちゃん50って言っても、ああ、そうなんだーって。斎藤佑樹29歳。クソじじいじゃねえか、あいつもうよ。何が判決王子だ。残尿じじいじゃねえかよ。ハンカチ王子やめべ。もう30のクソじじいなんか残尿クソじじいって呼べ。ハンカチ王子。クソうんかせ野郎。絶対、しょんべんした後とかさ、あいつ、あれだから、30ぐらいになってくるとしょんべんした後に、ああ、残尿が残ってたって最後ジョロジョロジョロって出るから。不潔だわ。残尿クソじじい。
イチローも44歳別にびっくりしないかな。だってイチローずーっと俺の中でのスターだったから常に見てるもん。ちょっと忘れられた人たちぐらいがいいな。ちょっと忘れた和田アキ子78歳絶対嘘、絶対嘘、和田アキ子78なの、それ絶対嘘だろ。え、絶対嘘でしょ。60ぐらいじゃないの。俺ね、一番びっくりしたのが古畑任三郎の人なんだっけ、古畑任三郎、田村正和74とかでしょ。もう驚かない。いや、もっと上か、77とかだよね、田村正和。びっくりするよな、73か。なんかいつまで経ってもかっこいいおじちゃんっていうイメージだったけどね、えびっくりするよね、驚くわ。ジャパネット高田の社長が72歳はい、今日も頑張りますの人でしょ。いや、若いわマジで。あー、すげえなマジでな。友坂理恵48歳衝撃、衝撃受けるわ。浜崎あゆみも40だよなあ、恐ろしいよな。手品で22、3歳はー、つーかさ、みんな芸能人全員に思うけど、そんな若作りしなくてよくねえか。おめえらなんかヒアルロン酸と肌引っ張り上げて顔パッチパチになってんじゃん、干からびた風船みたいな顔しやがってよ。みんなジジイババアになってけよくない。なんでそこまでしてさ若く見られたいの、パッチパチの風船みたいな顔しやがってよ。本当だよ、あれだけじゃん、あいつ俺が大好きなあの人、ほらいるじゃん、あれ貴乃花の元恋人、でも例えもジジイで申し訳ねえけど、貴乃花の元恋人、あの宮沢りえ、そう宮沢りえ、宮沢りえぐらいじゃん、なんかちゃんと年相応の美人、サンタフェ、そうそうそう